大和屋さんお越しください。大和屋さん、うん、いいのさん付けで、はい、お越しくださいましてありがとうございます。本日は、週第4火曜日恒例の大和屋ジャズとなっております。お食事しながら少しの間、スタンダードジャズを中心に、お送りいたしますので、どうぞごゆっくりお聴きください。それでは、本日の素敵なギターは川手博さん、イエイ、おギター、そして私、世界最小ジャズボーカル澤田真希でございます。見えますか？最初でございます。最初ではございません。最初。お着物で、ね、登場しておりますけど、月に一度ぐらいのペースで、やっております着物でジャズというのをやっておりますけれども、今日は着物でジャズではございませんけれども、大和屋さん和食の店でございますので、着物で登場してみました。そのうち、今後先生となるはずでございます。馬場泉様のお着物でということで、これを機にお着物でお越しの方も増えると嬉しいございます。それでは、2日ぐらい前になんかとても月がまん丸ではなかったんですけど、満月が近かったんですか、ね、そんなこともありまして、ちょっと何曲か月にちなんだ曲をセレクトしてみました。1曲目はですね、ダイアン・オニール、ティータム・オニール親子初共演となりました、ペーパームーンという映画がございましたけれども、それで起用されました。そのために作られた曲ではございます。とっても古い曲で、ナプキン・コールとかが歌っておりました。ペーパームーンをお送りいたします。いつもペーパームーン。It's only a paper moon sailing over common sea. And all it would be make believe if you didn't believe. Yes, it's only a common sky hanging over my swing tree. And it would be make believe if you didn't believe. Without your love. Thank you.
気になるよ、好きの曲は。なぜか前に富士山に登りまして、頂上からね、満月が見えたんですけれども、すぐそこに浮かんでおりましてね、本当にヒューンって飛んでいける感じが。今日はここにいらっしゃる皆さんで月まで飛んでいきたいと思います。フラミーちゃん、
遊べましたか？どんどん次の曲が出てまいりますけれども、次の曲はね、ブルームーンという曲でございますけれども、月に2回満月のある月のこと時があるんですけれどもね、珍しくね、その2回目の満月をブルームーンというそうでございます。この月に向かってお願い事をすると叶うと言われてますけれども、ね、青白い月に向かって誰かいい人おらへんのと言いましたところ、ね、ピカッと月が輝きまして金色にね輝きまして突然現れたというね、七夕的な曲です。一つ今年こそあやかりたいと思っております。
落ち込んだ時は帽子を片手に月の下に繰り出していきましょう。
神氏だお友達に会いまして、お友達に神氏なのって紹介したら、その二人が踊ってる間に取られてしまったという感じ。悲しみましたけど、たった一曲踊ってる間に取られるなんてなっていう出してここでございましょうか。皆様もダンスに行って、お友達には決して紹介しないようにお気をつけくださいませ。天性バランス。I was watching with my daddy to the Tennessee World, and it's my friend I happened to see. Introduced her to my loved one.三拍子の後に五拍子っていうのは何だろうっていう、なんか一発挟みますか。それではね、九州も大変なことになっておりますけれども、どうか一日も笑顔が戻りますように思いを込めまして、君微笑む時という曲をお送りいたします。When you're laughing, the sun comes.
それでは有名な曲をお送りいたします。この有名な方は毎年これが最後これが最後と言いながら日本に荒稼ぎにいらっしゃいますヘレン・メリル様ねえ、ご高齢にもかかわらずとても綺麗で、どうだったのってみんなに聞いたらもう音楽のことには皆さん触れません。こんなピンヒール履いてたよそういう評価になっておりますけれどもヘレン・メリル様で有名になりました。書いてくれたら嬉しいという個人的にはそういう気持ちはございませんお受けいたします。 You be so nice to come home toそれではリクエストをいただきました、受け入れたものを、
あるんですか。この曲は5拍子でございますので、皆さん数え方は1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、1、2、3、1、2、途中で面白いものを挟んでございますので、どうぞそこで大いに受けていただきたいと思いますけど、受ける前にこの曲は終わってしまうことが多いので、はっと思ったら速攻受けていただきたいと思います。私の知り合いは一体どこに行ってしまったんでしょうか。もう終わってしまいますけれども終わりですけどなんかスローをやってませんね。何がいいですか。スロー暗い曲やりますか。暗い曲
先ほどの彼女に取られたみたいな、そして男は去っていった。男は去るときに、愛なんて、愛なんて、って言いながらね、もう終わる、お前とは終わりだって言って去っていきました。まもなく男は戻ってきて、ごめんな、本当にごめん、本当お前のこと愛してるんで、留守ばっかりついてごめん、ごめんね、ごめんね、ごめんね、って言って泣いた。あ、そう。泣きなさい。私も散々あなたのために泣かされたわ。川のようだな、川のごとく涙を流した。泣きか。ごめんごめん、本当愛しててよ、ごめんね。じゃあ態度を示してちょうだい、という曲でございます。そう言いながら彼女は、そうは言ってもなんとなく戻ってきて嬉しいかなというような大人の音を川手さんが最後に鳴らしてくれるはずでございます。お送りいたします。 Cry in your eye。Cried a whole night through. Well, you can't cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry.For being so untrue, well, you can cry me a river, cry me a river. I cry a river over you. You dropped me, nearly dropped me.Just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river, I cry a river over you.Thank you.
over you. I cried a river over you. I cried a river over ということで、では、最後の方の曲になりました。友達どうしたの？友達どこ行ったの？ガセネタ？チキったね。チキっちゃった。それでは、沢田真希が17歳の時に約2年前ですね。17の時に作った曲を送りたし、この曲を聴きまして、マセタ子だったのねと大声になりませんように、この曲はいろんな意味が含まれておりまして、母のことであったりですね、いろんな意味が含まれております。でも男性を対象に、書かれておりますので、お聞きください。寝息を立てて眠るまで。Thank you.
人のアンコールありがとうございました。それでは琴音駅前通りから国道66まで行ってみてください。Thank you.